と富武さん。ケイチ君、いいね。恥じらいにもだえるその腰つき。そうだよ、もっともっと腰をひねって。野球文化発祥の地で生まれたメイド文化のこのメイド服こそ、ある意味野球のユニフォームよりずっとずっと古式にのっとった。そう、野球の清掃と言えるのぜ。お前らいくらなんでもひどすぎる。仕方ないよ、ケイチ。負けちゃったんだし。なんで、なんでサトシが突然登場するんだよ。今日は負けちゃったけど、次はきっと勝てるよ、僕たちなら。負けたって何言ってんだよ。これはただの…ドワン。じゃあ、僕から行くね。スプーンですくって、ケイチに食べさせればいいんだよね。ちょっと待って。ガシュ。お前ら。どうしたの、ケイチ。早く食べてくれなきゃ、顎が膨らまれたよ。どうして男同士でこんなことしなくちゃいけないんだ。僕だってさっきからドキドキが止まらないんだ。だからさ、いや、恥ずかしいっていうか気持ち悪いっていうか。僕はケイチのヨーグルトなら食べたいよ。やめてくれ。うぎゃー。